こんにちは、辻です。この動画では6年生2学期合格を引き寄せる勉強法というテーマでお話したいと思います。この動画を収録しているのは令和4年の9月のもう下旬になります。6年生は志望校別特訓、日曜特訓の授業が始まってますよね。6年生の2学期の勉強で大切なのは優先順位をしっかりつけるということですよね。これまでは平常授業があって、例えば土曜に特訓があるとか、こういうあくまでも平常授業が主、そしてオプションとして特訓があるという位置づけだったと思うんですけれども、この9月以降はある程度知識も固まってきて、そして得点力もついてきたという場合は、日曜の特訓とそれから過去問演習ですよね。これが優先順位第1位ということになります。そして平常授業の方はこれまでの復習を演習型の授業でやっていると思いますから、あくまでもこれまでのおさらいをやっているという、主10でいうと10の方だというふうな形で勉強を進めていかれるのがいいと思います。そして学習を進めていく場合の注意点なんですけども、例えば理科とか社会の知識が足りない状態で授業に出かけていくと、知識がないんでは解けないですよね。あくまでも日曜特訓の授業、それからこの9月以降は平常の授業も、まずは問題を解く。で、解いた後自分がどういうところが足りなかったのか、どういうところを補充すればさらに得点力が上がるのか、こういったことを確認する授業になっていきますから、そもそもね、丸腰で知識のない状態で授業に行っちゃうと、全然問題が解けないので、何が課題なのかが見えないんですよね。課題ばっかりっていう状態になっちゃうわけです。なので、その該当するね、授業の知識的な部分だけはちゃんと予習していくとか、こういった工夫をして授業に備えるといったことも大切ですよね。それから、授業でもちろんたくさんのことを、これまで全部のことをやるわけですから、かなり膨大な量を扱います。そしてその宿題も出ます。日曜の特訓も、それから過去問演習もありますよね。なので平常の授業にこれまでみたいに丁寧に取り組むことができないんですよね。なのでちょっと頑張って、平常の授業は塾に行ってる時にほぼ 100% 解決するんだ、少なくとも塾でやった問題に関してはその周辺知識も含めて塾で必ず学んでくる、これぐらいの感じでね、取り組まれるといいと思います。さあ、合格を引き寄せる6年生2学期の勉強法、2つ目のポイントなんですけども、これはテストです。毎月、月1ぐらいのペースでテストが行われますよね。テストも全部実力問題になって、1回1回合否の判定が出る。こういったパターンの塾も多いですよね。それから学校別の模試なんかも順次9月から12月ぐらいにかけて行われていきます。いろんなテストを受けていくんですけども、一つポイントは自分の取るべき問題がどこなのかというのをこれまで以上に意識してテストを受ける、テスト直しをするということなんですよね。例えばそのお通いの塾で偏差値が50ちょっとぐらいのいわゆる中堅校を目指しているという場合は、テストの例えば正答率 20%、30% の問題取れる必要ないんですよね。サピックスのマンスリーで言うと5番、6番、7番といった後半の問題、カッコ1以外はほとんど正答率が低いです。こういった問題はほぼ対象外ですよね。1番から4番の、例えば計算であるとか、図形の問題、ちょっとした文章題、典型的な文章題のちょっとひねったもの、これぐらいのレベルのものがしっかり解ける。正答率で言うと 50% をちょっと割るぐらい。僕らはよく100から目標校の偏差値を引く。だから例えば目標校の偏差値が55だったら 100-55 イコール45ですよね。正答率が 45% ぐらいっていうのを目安にして、それよりも高い問題で間違ったもの、これは自分がやっぱり取らなくちゃいけなかった問題だなっていうふうに判断して直しをしようというふうにお勧めしています。参考にしていただければいいと思います。そしてこの時期のテスト直しのポイントのもう一つは、間違った問題に関して間違ってしまったとか、それからあれもできてない、これもできてない、できてないこと探しになるんじゃなくて、あ、ここで見つけてよかったっていう感覚ですよね。今補充しとけば入試に役立つはずだという意識でテスト直しをね、丁寧にやっていただきたいと思うんです。で、そのテスト直しなんですけども、問題を解き直すだけじゃなくてプラスアルファ、例えば知識の問題だったらお通いの塾の暗記テキスト、サピックスだったらコアプラスであるとか、それから日能研でしたらメモリーチェックとか、別に市販の僕が出している魔法技といった問題集でもいいですよね。こういったものに戻って知識の補充をして、周辺知識まで覚え直しておくと。例えば人体の呼吸のところ、一つ問題間違ったんだったら呼吸全体、あるいは人体全体でもいいですよね。ざっと見直して覚え直しをして確認をしておく、こういった作業をしておくことが大切です。そして計算分野、算数であるとか理科の計算分野のところでしたら、もう一遍同じような問題を解く、類題ですよね。
なので、類題を探しやすいもの、平常のテキストでもいいですし、市販の問題集でもいいと思います。こういったものを自分で、ここに必ず戻るっていうのを決めておいてね、そこに必ず戻って、問題を解いて、それをしっかりできたかを確認する。ここまでを一つのサイクルにする。この丁寧な作業ですよね。ちょっと時間はかかるんですけども、あれもこれもとね、欲張るんじゃなくて、自分でね、取るべき問題に関してこういうことを続けていくということを続けていただければいいと思います。さあ、合格を引き寄せる6年生2学期の勉強法、その3なんですけども、冒頭でも述べました。時期としてはもう志望校別特訓が始まっています。学習の優先順位は志望校別特訓、それから過去問ですよね。なんですが、お通いの塾の今入っている志望校別特訓、例えば、その学校名ですよね。行きたい学校の学校名を冠したコースがあるのか。例えば、御三家レベルだと必ずありますよね。改正コースとか、麻布コース、あると思います。このコースに入れているのか。資格制だったら入れている段階でかなり合格の可能性もあるということですよね。そのコースの中で順位を上げていけば、確実に合格に近づいていくと判断することができると思います。ただし、そういったコースがないケースですよね。例えば、〇〇中、〇〇中、〇〇中コース。みたいな混成コースの場合は、志望校別の対策とはちょっと言い難いですよね。ざくって言っちゃうと、志望校のレベルに合わせた一般的な特訓、これぐらいの判断をしなければならないと思います。だから志望校の例えば出題傾向に合わせた特訓は自分でやらなくちゃいけないということですよね。個別指導とか家庭教師をすでにご利用されている場合は、志望校別特訓のコースはコースで行きつつも、家庭教師とか個別指導の方で専用にね、過去問を使って傾向に合わせた特訓を組んでいただく。こういうことをお願いしてみてもいいと思います。もちろんこれからね、9月、10月から数ヶ月という短い期間ですけども、一度そういった志望校別の対策をしてくれるのかどうか、家庭教師とかそれから個別指導の教室問い合わせてみるのもいいと思います。僕が副代表している名門指導会でも6年生、ことさらね、6年生今からでも間に合いますみたいなことは言わないんですけども、やはりどうしてもっていうふうに来られる方は受け入れるようにしています。やはりこういった専用のコースに通ってない方の場合はね、過去問がキーになりますよね。その志望校の過去問に合わせた指導をどれぐらい綿密にやれるかによって、先ほどのね、テスト直しも同じパターンですよね。過去問をやって丁寧にテスト直しをする。で、次、過去問をやった時に活かせるのかということをチェックしていく。この流れですよね。こういったね、丁寧な学習ができているかどうかで、志望校の合格可能性は随分変わってくると思います。以上、3つの話、直前の勉強の参考にしていただければいいかと思います。この話が受験生の皆さん、そしてお父さんお母さんの少しでもお役に立てば幸いです。この話が参考になったという方は、高評価、チャンネル登録をお願いできればと思います。